ムハンマド・ガブドゥル・ハイ・クルバンガリー。ムハンマド・ガブドゥル・ハイ・クルバンガリー。バシキール語、1889年から1972年8月22日は、ロシア出身のバシキール人政治指導者。ロシア革命時に白軍と結んで赤軍に抵抗した後、日本に亡命。日本における、ムスリムコミュニティの指導者として活躍し、東京モスクの設立にも尽力したことで知られる。 クルバンガリーは1889年にロシア帝国のオレンブルク県チェリアビンスク郡に生まれた。当地で有名なイシャンであった父と共に宗教活動に携わった。1917年にロシア革命が起きるとクルバンガリーはバシキール民族運動に身を投じた。1917年5月に全ロシアムスリム大会が開かれるとバシキール人代表団は カタール人の主導で進められ、大会に反発し、バシキリアの領域自治を掲げて自立化に向かった。アフメトゼキ、ベリディに率いられた、バシキール人の主流派は、白軍のコルチャーク派について、赤軍と戦った。一方、クルバンガリーは、主流派のベリディと対立して、領域自治、土地社会化に反対、文化的自治を主張し、 バシキール人独自の州務局の設立を求めた。1919年にベリデが赤軍側に寝返ると、クルバンガリーは白軍のコルチャーク側に止まり、1920年のコルチャークの廃止後は、日本軍の仲介で、地とのセミオーノフの元に身を寄せた。セミオーノフの支援を行っていた日本陸軍は、1920年の初めからクルバンガリーとも接触しており、 満州に亡命してきたクルバンガリーを保護したほか、1920年12月、1921年1月の2回に、渡り、日本のハルビン特務機関長使用店のべこを介して、クルバンガリーを訪日させた。東京では、満鉄所大総裁で、日露協会会長の後藤新平や、大隈重信とクルバンガリーの会見も行われた。一方で、クルバンガリーも、 自らの反訴活動への支援を求めて日本に接近した。1922年1月から満鉄調査部の食卓として採用され、1924年からは東京に移住し、活動拠点を日本に移した。当時、ロシア内戦から日本に逃れてきた白系ロシア人の中にタタール人等のムスリム亡命者も多く含まれていた。クルバンガリーはイマームとして、 タタール人コミュニティを指導する一方、陸軍、政財界、国流会等の民間右翼団体に接近して、反素運動への支援を呼びかけた。クルバンガリーは、1924年に在京ムスリムを、急合して、東京海教団、トルコ語、を結成。1930年には、渋谷区とヶ谷に、海教学校、トルコ語、を開校し、 在京タタール人指定へのイスラーム教育、タタール語教育を行った。また、海峡印刷所、トルコ語を同行に併設して、クルアーン、タタール語書籍の出版を行った。同印刷所では、雑誌、日本通報、トルコ語、や、新聞、真理の宣言、トルコ語、も印刷され、日本内地、朝鮮、満州などに居住する極東タタール人コミュニティを、 はじめとして、世界33カ国のムスリム向けに配布された。また、クルバンガリーは、東京にモスクを建設する運動を行い、日本人有力者への協力を求めて、活発に、ロビー活動を行った。東京モスクの建設費用や、渋谷区代々木上原大船長に確保した建設用地は、元三菱銀行会長のセシモをはじめとする、 日本人有力者による寄付で賄われた。1937年10月に行われたモスクの起港式では、現用者の東山光川島義士陸軍大将、山本英,英介海軍大将、小笠原朝鮮海軍中将ら、陸海軍の重鎮が来賓として招かれた。こうした軍部の手厚い支援の背景には、大陸で勢力拡大を進めていた陸軍が、 現地のムスリム住民への政治工作を行う上での足掛かりとして在日ムスリム社会の役割を重視していたためと言われ、特に1930年代後半以降、日本軍が下北一帯を勢力下に収め、その政治工作範囲がムスリム住民の多い先生、官宿、新疆の各省に拡大すると、軍部の在日ムスリム社会への関心も急速に高ま、いった。 クルバンガリーは在日タタール人を組織し、その影響力は日本の軍部にも及んだが、東京会教団内部にはその強引な手法を批判する反対派も生じていた。1933年にはタタール人活動家のガヤズイソハキーが来日し、イディルウラルトルコタタール文化協会を設立すると、在日タタール人社会はクルバンガリー派とイソハキー派の二派に分かれて激しく、 対立した。前者は、陸軍、警察、民間右翼団体の、後者はトルコ共和国大使館、神戸のインド系ムスリムの指示を受けていた。この対立は、1934年2月11日に、神田区岩本町にある泉橋クラブにてイスハキーが行っていた、講演会を、クルバンガリー派が襲撃し、多くの負傷者を出すまでにエスカレートした。 在日ムスリム社会の対立解消を求める外務、陸軍、海軍の各省はこれを問題視し、クルバンガリーの追放とその後継にアブデュルレシとイブラヒムを据えることを決定した。1938年5月5日にクルバンガリーはスパイ容疑で警察に逮捕され国外退去を求められた。クルバンガリーは6月14日に東京を経って大連に向かった。 逮捕直後の同年5月12日には、クルバンガリーが中心となって建設を進めてきた東京モスクの竣工式が予定されていたが、クルバンガリーが出席することは叶なわなかった。竣工式は、東山光、くずうヨシひさら日本人の主導で進められ、イブラヒムがイマームとして礼拝を取り仕切ることとなった。在日ムスリム組織の一本化を求める陸軍の意向を受け、6月には、 東京海教団は解散し、イブラヒムを団長とする東京イスラム教団が新たに設立された。追放後のクルバンガリーは大連、法典で満鉄調査部の活動に協力したが、現地のタタール人社会に溶け込むこともできず、その影響力は限られていた。祭祀を東京に残したクルバンガリーは、その後も東山らを通して、 東京への帰還要請を行っていたが、日本政府はこれを認めなかった。1945年8月にソ連が対日参戦をすると満州にてソ連軍にセミオノフラと共に逮捕され、1955年までモスクワ東方のブラディミル監獄で収容生活を送った。釈放後は、チェリャビンスクの親類に身を寄せ、宗教指導者として余生を過ごし、 1972年に死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。